ライムンド・デ・マドラーソはスペインの画家である。スペインの有名な画家の一族、マドラーソ家の一人である。祖父のホセ・デ・マドラーソは肖像画家で、父親のフェデリコ・デ・マドラーソも肖像画家で、王立・サン・フェルナンド美術アカデミーの校長などを務めた人物で、ライムンド・デ・マドラーソは父親がしばらく働いていたローマで生まれた。 弟のリカルド・デ・マドラーソも画家になり、妹のセシリア・デ・マドラーソは画家、マリアヌ・フォルトゥーニの配偶者となった。祖父や父親から絵を学び、王立産フェルナンド美術アカデミーに入学し、カルロス・ルイス・デ・リベラやカルロス・デ・アイスに学んだ。1860年にパリに移って、レオン・コニエの下で修行した。パリでは、ベルギー出身の人気のあった。 人物画家のアルフレッド・ステバンスと親しくなり、影響を受けた。パリの展覧会に出展し、絵を売るために、ニューヨークへも訪れた。ニューヨークでは、鉄道事業で財を成したバンダービルト家や、富豪のアレクサンダー・アターニー・スチュアートが顧客となった。スペインでの展覧会にはあまり出展せず、1882年には、歌唱のジョルジュ・プティが企画した、ステバンスや、ジュゼッペ・デ・ニッティスと共に、 パリ在住の外国人画家の展覧会を開いた。サロンドパリにもたびたび出展し、1889年のパリ万国博覧会の展覧会にも出展し、賞を得た。パリでマドレーヌルメールが開く有名なサロンに常時、出入りするようになった。生涯の大半をパリで活動したが、1860年代後半に弟とローマでしばらく過ごし、 妹のセシリアがと結婚した画家のマリアノ・フォルトゥーニのスタジオで働いた。夫婦戦争中はグラナダで暮らした。1914年にベルサイユに移り、6年後に亡くなった。息子のフェデリコでマドラーソイオチョアも画家になった。ありがとうございます。